セットにしたのアイコンの感じ、うん、色合いコーディネートね、うん、これ三沢じゃないからね、こっちケロロだからね、三沢軍曹じゃないからね三沢軍曹。じゃあアンケ出しますか。エメラルドフロージョン、タイガードライバー、ね、うん、ね、ネバール君のバスケールです。ゲロゲロ入ってるかな、プレゼントします、皆さんにこれあげますんで。じゃあこれ3択になります。はい、いやじゃあアンケ出します。じゃあお願いします。本当なんで最後にこれ引くかな。本当ですね。まあ二強っていう感じですかね。難しい。でもないし。500円だな。500円。バスタルって結構高い。いやでも汎用性は高いでしょ。うん、はい。と思うんですよね。ほんと1000ちょっと超えるぐらいはするんじゃないのかな、これは普通にグッズで買ったらネバール君のバスタル。普通に服ですよ、服、うん、ユニクロじゃ売ってないよこれまあまあそうですけどね、うん、何をそんなに季節してるんですかしかも全2種類なんでコンプリートしましたね。ね、ほんとですね、コンプリートしたんだ。はい、じゃあ結果出しますね。はい、優勝者はこの人です。ドン、お優勝は原田スタイルです。おめでとう、やったー、あれです。今日は原田さんもいらっしゃった、ネバールドスタイル、あざした、やった、自然に持ってきてよかった、助かった、あざした、自然にの勝利です。本当に素晴らしい。はい、もうお金を借りた人全員に感謝します。はい。もうじゃあ次回からはこちらの席で運転を。あ、そうですね。あ、運転をするんですか。私は多分もうあの今日敗退なので、はい、あのベルトをお渡しして、はい、あの次回からは画面の前から。ベルトっていうのはシートベルトの方ですか。そういうことです。そういうこと。シートベルトです。チャンピオンベルトじゃなくてシートベルトのことなんですか。この自販機用でいうとこの。はい、そして。はい、何気ないところで僕がこう徐々にこうバリさんの車にダメージを与えてるのを引き継いでください、はい、いやいやいや責任転換してくるんですね、こっちに。うわ、つらいな、それ。お願いします。なんで優勝しちゃったんだろう。自然にじゃ絶対足りないじゃないですか、バリさんの修理代みたいなもん。とりあえずもうこれで大丈夫だ、これで大丈夫だじゃないんですよ、安心したじゃないんですよ。ありがとうございました。お、なんすかこれ。優勝、優勝、あのウィーニングガチャってのあるんですよ。そう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 、ウィーニングガチャ、はい、2回いけるんですか。することができるんで、うん、おっしゃ、ちょっとこれでね、いいのがまた引ければっていうことですよね。ちょっとおもろいなという感じで、じゃあ2回引いてきますね。じゃあ、はい、分かってますよね、最後ですからね。お願いしますよ。分かってます何回言った。ちょっと後で LINE ください。でもまあいい形でこれ、ね、ニコトモのフライボール、うん、乗ってきたら神です、完璧そしたらもう同時にこう大田区に大田区にこう羽ばたかせて放ってね、うん、車出せ鬼だよ鬼だよ。なんか地図に当たった。だからも求められてるものがもう違うんですよね。ガチャとかどうでもよくなってるんですよ、ねちょっと答えを教えてもらっていいですか。え、答えを教えてもらっていいですか。いや、あの王者らしくピシッと、ピシッとですか。あ、本当ですか。今すごい考えてたんですけど出てこなくて。大丈夫です、大丈夫ですか。もう王者ですから。王者だからね、はい、オッケーオッケー、大船に乗ったつもりで。一番のプレッシャーを受けてる。でもこれ普通に画面の前でこうのんびりと見てるのも絶対面白いですね。どうしてもこう運転だと米が見えないので、ああ、ね、車出せってめっちゃ言われてます今。君にドアロックしようっていうかあれさ、ネタバレしちゃっていいのかな。いや俺、まあ、守った方がいいですか、原田さんは。俺、あれはどうかな、うん、ちょっと思うかな。じゃあ言っちゃう
いやちょっとダメっすね。あのもう充電器とお茶しか出てきませんでしたわ。はい、すいません、ちょっと全然ダメでしたね。はい、ちょっとお釣り整えて入れておきますね。はい、ああ、剥奪。あれ寒い。いや、カナダ、それはきついよ。どうすんの。わかんないもん、だって普通にガチャすればよ。わかんないもん、だってこいつお釣りくすねてるぞっていうとこじゃないですか。ちょっともう一発やってきますわ。もう一発、もう一発、わからんもん。オッケー、いいの当たるまでやるよ、俺。いいの当たるまで。ちょ、財布持ってこ。いいの当たるまでやるわ。財布持ってこ。万札しか入ってなかったし。ああ、そうだ。しまっとこ。考えたんでしょうね。考えたね。いろいろね。一番最初の自販機の下りがあったから。しかもほら、買ってる姿が僕らから見えちゃうから。丸見えだったんですね。で、なんかそこで、なんか意味わかんないジュースがあったらバカだね。お茶だったお茶、無難すぎるっていう。わかんないですけど、そこを含めての今かもしれないです。まあもちろんもちろんもちろん。じゃあ番宣しましょうか。あ、番宣しますか。番宣しよう。お願いします。お願いします。今日きっかけに入ってくれた方も結構いらっしゃったと思うので、はい、ありがとうございます。はい、この後もですね、ニコナナチャンネル楽しいものいっぱいございますので、私の方からこれから先のね、番組の宣伝の方をさせていただきたいと思います。まずは、4月14日木曜日って今日かな、この後です、はい、この後夜の6時から、はい、探偵歌劇ミルキーホームズ消えた77と奇跡の歌、ダッチューのダブルということで、はい、ひたすらパチスロ店演出を見せちゃう番組、そんなもダッチューの今回の記者はなんとミルキーホームズがアニスロで登場、解説なし、出演者なし、12時間スタッフがひたすら分回します。パチスロの演出が見たいというユーザーの皆様からのご要望に応えた番組です。解説なしで演出だけを見せる番組があってもいいんじゃないという感じでございますね。はい、続きましては、4月15日金曜日、朝の9時30分スタート、視聴者参加型第141回ニコ7外せパチクルーズ、ジパング本丸さんからのお届けです。リスナーの選択で運命分岐、視聴者参加型番組、朝一の入場抽選後、打つ機種や立ち回りなどをリスナーの皆さんと一緒に決めながらガチ実践する番組です。パチンコならマックス機からアマデジまで、パチスローなら AT 機からノーマルタイプまでってあるけど、これジパング本丸だからパチンコ会かな。配信のルールは5時間半ガチ実践、基本的には投資上限40,000円、無事5時間半のガチ実践を乗り切れるのかと、いうことでございまして、ん、はい、誰が出るのこれ。女子力大幅強化プロジェクト、アイドルスタッフあゆみちゃんを採用、ん、何なのこれ、誰が出るの。あ、まさみちゃん、いつもの、はいはいはい、こんちゃん、そしてピクル君の3人でお届けするパチンコですね。はい、ぜひともご覧ください。そしてこちら、4月15日金曜日夜の9時スタート、ドラゴンひろしさん、そして大崎一万発さんがお届けする本音で話せや、はい、業界の大御所大崎一万発がゲストを呼び、本音トークを繰り広げるリアルトーク番組。今回のゲストはドラゴンひろしさんですね。はい、長らく業界に身を捧げてきた死の思いを解き明かすということで、アシンさんと秋元秋山さんですね。こういうメディアに出ることは珍しいからですからね。うん、歴はめちゃくちゃ長いですから、うんうん、ぜひともご覧ください。はい、そしてなんか個人的に何かありますか、直近で。直近ではないですけど、来週岡山に、はい、行くので、うん、はい、僕からの誕生日プレゼントを持ってくるので、おお、逆にプレゼントもできるな。あ、そう、リバウンドメイク的な。そうです、はい、岡山のお近くの方ぜひ。そして原田さん、何かありますか。はい、21日にリプレイタイムがありますんで、それぜひを見てください。ゲストはゲストラッシーさんで、はい、はい、やりますんでお願いします。はい、はい、なんか個人的な、あ、よろしいですか。はい、
秋葉原にありますパチンコパチスロパチノフという、コンセプトバー、パチンコパチスロコンセプトバーで働いております。秋葉原から5分のところにありますので、ぜひ遊びに来てください。以上です。月に何回ぐらいいるんですか？週1はいます。あ、週1はいる、はい、行く前は告知するんですよね、うん、そうですね、はい、じゃあ今日見てぜひファンになった方は、直接話す機会がありますので、ね、はい、ぜひいらしてください。馬の顔を殴りたい人もね。ね、そうですね、すぐみちゃん下ネタも OK ですから、はい、っていう感じですかね、はい、今日の番組は、はい、いやちょっと延長しちゃいましたけど、はい、長時間のご視聴ありがとうございました。最後にアンケートもバリさんありますので、原田さんの2回目のチャンスは触れないままいくんですか？それではじゃあ皆さん、はい、お疲れ様でした。鬼どうほらほら頑張った分、頑張った分、自然に全部なくなっちゃった、もう、はいはい、無駄にもう2000円使って、結果、はい、充電器、イヤホン、変なキャップ、お変なキャップ、今声漏れたけど、これ出たんすか？これ出ました、お変なキャップ、で、得の、なんか、レッド、え、何回回したの？3回回しました、3回、これも、まあ、毎回、ダサいっすね、絶妙に。2000円いただいて3回回しましたもう地でになくなりましたよ、もう全部、ということで、はい、第 2代王者のウイニングガチャ、はい、以上の商品でございました、はい、第3回につながるいいガチャでしたね。そうですね、もう次回はこれで臨みたいと思いますはい、あのベルトはすぐお返しできるんで、はい、いつでも言ってください。いや、ほら、ここでもう、うん、いや、はい、言うても、はい、すぐお返しできる。出る人を固定してもあれだから、まあまあ、でももっとどんどん新しい地入れて、ですかね、やったらいいと思いますよ。いや、もう全然僕はいつでも言ってくれれば。いえいえ、はい、僕は、じゃあ次回、画面の前から応援してます。いやいやいや、すぐお呼びしますよ、じゃあ。頑張りと結果と比例しないと。プロセスが大事だからね、うん、プロセスが大事だから、はい。じゃあ、okay. 締めますか。はい、はい、じゃあ、なかなかのご視聴誠にありがとうございました。次回これがあるのはまたバリさんの気まぐれが発動した時なんでしょうけれども ね、次回はどんなメンツであるか分かりませんけれども、はい、第2代王者の原田さんは固定されてます、はい、ありがとうございます、楽しみに見ていただければと思います、はい、それではじゃあこの後番組アンケートありますのでぜひともご協力ください、はい、本日も一日ありがとうございました。またお会いしましょう。